分光法、分光法、分光法、スペクトロスコープとは、物理的観測量の強度を周波数、エネルギー、時間などの関数として示すことで、対象物の訂正、定量あるいは物性を調べる、科学的手法である。スペクトロスコープの子は、もともとは光をプリズムあるいは、解説合子でその波長に応じて展開したものを、スペクトルと呼んだことに由来する。 18世紀から19世紀の物理学において、スペクトルを研究する分野として文光学が確立し、その原理に基づく測定法も、文工法と呼ばれた。もともとは、可視光の放出あるいは吸収を研究する分野で、あったが、光、可視光が電磁波の一種であることが判明した19世紀以降は、ラジオ波からガンマ線、ガンマ線まで、 広く電磁波の放出あるいは吸収を測定する方法を分光法と呼ぶようになった。また、光の発生、または吸収スペクトルは物質固有のパターンと物質量に比例したピーク強度を示すために物質の定性類は定量に分析科学から天文学まで広く応用され利用されている。また、光子の吸収、または放出は量子力学に基づいて発現し、 スペクトルは、理算的なエネルギー状態、エネルギー順位と対応することが広く知られるようになった。そうすると、本来の意味の、スペクトルとは全く異なる、質量スペクトルや音響スペクトルなど、理算的なエネルギー状態を表現した測定チャートも、スペクトルと呼ばれるようになった。また、質量スペクトルなどは、物質の定性に使われることから、今日では、講義の文行法は、 スペクトルを使用して物質性を測定あるいは物質を同定、定量する技法一般の総称となっている。文光法の測定装置は、大別すると、光源、資料、文光機、検出機から構成される。天文学などの場合は、光源と資料とは装置内に内蔵し得ないが、理化学的な文光測定装置はこの4社から構成される。光源は電磁波の波長により、 様々な物理現象と装置が利用される。NMR 等のラジオ波は、ループコイルから、赤外、下肢、紫外光は、キセノンランプや、ハロゲンランプ、重水素ランプなどから、X 線は、熱タングステンターゲットや、シンクロトロン放射光装置から発生させる。資料は一般に分光光学セル、またはキュベットと呼ばれる、資料容器に格納して観測される。 セルは観測する波長の電磁波を吸収や干渉しない材質である必要があるが、すべての波長に透明な素材は存在しないため、分光装置の波長に応じて、種々の材質で作成される。例えば、ガンマ線や高 x 線ではベリリウムの薄板が利用され、紫外線では赤 A セル、赤外線では KBER セルや NACL セルが利用される。 分光部と検出部の構造は分光対象とする波長によって大きく異なる。波長が長い電波などでは、まず強度の時間変化を測定してから風流変換することで周波数ごとのスペクトルを得る。検出器は受信器とも呼ばれ、アンテナや電気回路から構成される。波長の短い光などでは、あらかじめ解説防止やプリズム。 スリットで波長を選別してから検出器に導きエネルギー量を検出する。この波長選別、エネルギー測定を繰り返すことでスペクトルが得られる。近年では解説防止などで空間的に分光した光を複数の素子を並べた形状のダイオードアレイと呼ばれる検出器に一度に入りすることで同時に複数の波長を測定することも可能になっている。 検出には測定する波長に適したバンドギャップを持つ半導体が用いられる。X 線の場合、比例係数間や CCD カメラ、光電子増倍間などが利用される。電子分光や質量分析では、光学素子の代わりに電磁調を用いてエネルギー別に分離する。検出器は高電圧を印加した電極が利用され、 過電粒子が到達すると電流が生じることを利用して検出する。最も一般的な分光法は電磁波を測定する方法であるが、用いる電磁波の波長領域によって観測できる現象や用いる実験装置が大きく変わるため検出される電磁波の波長領域による分類がしばば行われる。また、測定される物理量、吸収、発光、 光散乱など、分光法の原理、分光する目的などによって細かく分類されている。例えば分子では、可視、紫外光では、電子状態が、赤外光では、振動状態が、マイクロ波では、回転状態を観測することができ、それぞれ、可視、紫外光分光、赤外光分光、マイクロ波分光と呼ばれている。この場合のように、 波長領域だけを指定して分光という場合には、その波長領域での吸収分光を指すことが多い。前述したように、今日では、抗議の分光法は、スペクトルを使用して、物性を測定あるいは物質を同定、定量する技法一般の総称となっている。従って、光電子分光や質量分析のように、電子やイオン、中性子など、 粒子の運動エネルギーを測定する方法も広い意味での分光法に分類されている。化学反応などの分析では測定する物理量が時間に対してどのように変化するかを測定する時間分解分光が行われる。通常の化学反応の場合、ストップドフローポーなどを用いて急速に主役を混合、スペクトルの時間発展を観測して反応中間体や 反応速度を求める。高化学反応の場合、超単パルスレーザーを使用し、カトスペクトルを測定することで、フェムト病レベルの極めて早い反応であっても、進行する様子が観察できる。細胞内での物質分布や、材料の元素分布など、二次元、または三次元的に分光する手法は、空間分解分光と呼ばれていて、分光法と顕微鏡を組み合わせることで測定が、 行われる。以下に一般的な分光法を示す吸収分光は資料に光を照射して透過光の強度を測定し吸収の程度を照射した光子のエネルギーの関数として表す最も広く行われている分光法である照射する光としては赤外線下肢紫外線が多く用いられているが X 線を用いた吸収分光法も存在する。 発光分光は何らかの方法で資料から光を放出させ、その光の強さを光子のエネルギーの関数として表す。熱による発光現象が炎色反応である。分子を扱う場合には蛍光と輪光とに区別することが多い。光照射によって発光させる場合には発光の強さを照射する光の光子エネルギーの関数として求めることもある。 詳しくは、死害、歌詞、近赤外分光法を参照。詳しくは、赤外分光法を参照。詳しくは、核磁気共鳴分光法を参照。光散乱分光は、資料に照射する格子のエネルギーから一定のエネルギーだけシフトした光の強度を。 エネルギーシフトの関数として表す。ラマン効果を利用したラマン散乱分光法やブリルアン散乱分光法がこれに当たる。また、光子のエネルギーが変化するのではなく、光が別の方向に出ていく現象も乱であり、これを利用して微粒子の流形分布を測定する技術もある。X 線を用いた光散乱として、X 線、オズヌ散乱法がある。 物質に光を照射することによって、光電効果によって放出される電子、光電子と呼ばれるのエネルギーを測定し、電子状態を調べる方法である。照射する光に、X 線を用いるものは、X 線光電子分光紫外線を用いるものは、紫外光電子分光と呼ばれている。また、光電子が放出された後に生じる二次電子を分析する方法として、オージェ電子分光がある。 高温響分光法などの高熱分光法では、資料に光を照射した時に資料がそのエネルギーを吸収し、冷液状態になりそこから光を放出せずに緩和して熱を発生することによって起こる物理現象を測定す。測定される物理現象としては、光を断続的に照射した時に生じる振動や、資料の熱膨張などによって生じる屈折率変化などがある。 吸収を測定する手法の一種とみなすこともできる。音響工学型分光系はミリ波やサブミリ波の分光技術として最近まで用いられていた。電磁波の中でも主に 1GHz 程度までの電波、またはスーパーヘテロラインによって 1GHz 程度の帯域までダウンコンバートした電波を入力とし、同軸線路上に乗せた電気信号を音響工学変更素子に因果する。 音響光学変更素子は、圧電素子と振動を伝達する透明な結晶によって構成されている。素子の入力部には、圧電素子が設置されており、圧電効果によって、電気信号を機械振動に変換する。この時、機械振動の振動数は、音波超音波帯域になる。生じた音波は、媒質中を、素密波として進み、片端で吸収させる。 この粗密波に直行するように、レーザー光を入力すると、粗密波は解説防止として機能し、解説縞を生じる。これを、リニア CCD などによって計測することによって、風ーリーへ分光することができる。近年、フープガや AD 変換器の高速化により、サンプリング周波数が数 GHz 数 10GHz までの風ーリーへ変換が、電子回路上で実行可能になってきたため、 ミリ波やサブミリ波の文章技術としては音響光学型文章系はあまり用いられなくなってきている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。